ってすごい。じゃあこの超伝導っていう状態は何で見れるかというと、超伝導体というものです。普通の金属ではなくてちょっと特殊な金属で見ることができます。この超伝導体、今日実演で、この実演で使っていくもの、ここにあります。お二人にこれだけで、ちっちゃい、なんかチョコレート一かけにも満たないこのサイズで3万円しますのでね、結構お高いものなんです。さあ、この超伝導体と今日は磁石との不思議な関係を2つお見せしていきます。で、この磁石ありますね、それにクリップを近づけると、クリップ近づけると、まあ1個持ち上がるかなぐらいですね。これを覚えてますね。永久磁石、このネオジム磁石は私が手で握って手の甲を近づけただけでこんなにスペルマグニット。なんか皆さん意外と無言なんですね今日そんなわけで、すごくすごく強いこの永久磁石と超伝導体、どんな関係を示すでしょうかということで、クイズ第1問、今から皆さんにさっき触っていただいた超伝導体近づけていきます。近づけます。おや、 S 曲だからね、 N 曲にしますよ。毎回いきます。近づけます。何も起こらないので、私実演やる超伝導体、沸騰する温度がマイナス196度なんです。なのでとてもとても冷やすことがで目に入るといけないので、メガネをして、よいしょ、そして、あ、白いモヤモヤでね見えないですけど、皆さんの前にビーカーに連れ持っていきたいと思います。どうでしょうか、ご覧になってください。こう絶対触らないでね、低温やけどしちゃうからね。ブクブクしてますね。見えますか？そう、あのお水が沸騰するみたいに、今液体窒素はブクブクと沸騰しているんです。今日はこの液体窒素の中にもう3分間クッキングのように、何も起こらない、なんて現実派なんでしょう。さあ行きますよ、これで何も起こらなかったら本当に私これをやる意味がありません。近づけます、よいしょ、もう一回行きます。見えますかね、 S 極に変えても一緒です。近づけるとピョーンと跳ねるということで、答えは2番でした。2番だと超伝導状態見れないので、もう頭の中とか見れない子だったですね。もう一回冷やしちゃうの、近づけるとちゃんとピョーンって飛びます。というわけで、こちらマイスナー効果と言いました。さあ、もう一つ、2つ不思議な現象をお見せしますよと言ったので、もう一つを見せていきたいと思います。磁石ちょっと小さくなったけど同じネオジム磁石です。そして超伝導体は大きくなったけど同じ超伝導体。磁石を近づけると、磁石を嫌がって嫌だ嫌だと逃げていきます。これ何効果でしたっけ、せーの、完璧、マイスナー効果です。だけど温まっちゃったからもう見えなくなってしまいました。さあ、さっきは冷やしてあった超伝導体を磁石に近づけたらどうなるかという話でしたが、今度は磁石と超伝導体が近づいた状態で、この状態で冷やしていったらどうなるかな。一番、この後今白い板挟んであるので白い板抜きます。白い板にいますね。さあ、3番、浮いた状態になるんじゃない、もうたくさんいますね。それでは行きましょう。今私磁石を掴んで白い板を抜きました。3、2、1、よいしょ、見えますか、後ろの方は画面を覗いてください。というわけで答え3番、浮いた状態になるんです。3番だったし、拍手で、これにも名前が付いてるので覚えて書いてください。ピン止め効果って言います。ピン止めさんが見つけたからですよ、嘘です。で、ピンで止まってるみたいだからピン止め効果って言います。どういうことかというと、超伝導体の中には不純物、あの超伝導体じゃない部分っていうのが実は隠れています。で、そこには磁石の線通るんです。なんて、だけど冷やしていくと超伝導体の部分はさっきお見せしたマイスナー効果で、磁石の線やだやだって嫌がる状態が出てくるので、ピンで止められてるけど嫌がってるから浮いてるっていう、そういう状態になるわけですね。これ持ち上げるとどうなると思います？落っこちる。他にはくっついてくる。どうなるかな、持ち上げます、よいしょ、見えました、はい、近くまで持っていきましょうね。で、ピンで止められちゃってるから離れられないので、ね、ついてきてしまいましたけど、見てて、温まると超伝導状態じゃなくなるから、意外と温まらないので困ってますけど今温まった、温まった、温まった、落ちる、落ちるというわけで
困っちゃった。あ、びっくりした。温まってしまったので超連動状態終わってピン止め効果もアイスマン効果もなくなったので落っこちるというわけでした。さあどうでしたか、超電導実演面白かったですか。超電導ってどんな状態で電気抵抗がゼロ、